こんにちは。今日は2022年の5月の20日です。今日の活動報告なんですけれども、今日は午前中にですね、本会議、臨時会とその後にですね、全員協議会が開催されました。臨時会についてはですね、議案としましては、期末手当の減額について、協議されたと、まあ、審議されたということです。これはですね、まあ、職員さんであるとか、まあ、議員であるとか、そういったところのですね、期末手当について 0.15 ヶ月分の減額ということで、条例改正をするということが審議されまして、これはまあすんなり可決されたというような、そういった感じでした。で、その後はですね、全員協議会がありまして、厚労者の、ね、表彰等もあったんですけれども、その後ですね、地域懇談会についてね、いろいろ、まあ、報告といいますか、協議がありました。ただですね、今まで2回開催を予定してたのが、まあ、ちょっとコロナで、できなかったっていうね、流れ延期してしまったということがあったので、ちょっと開催時期についてはですね、ちょっとまあ慎重に、考えて、まあ、協議していくと、まあ、今後もちょっとね、一応まあ予定は出されたんですけれども、告知であるとか、そういったことについては、ちょっと慎重にやっていこうと。でないとまたね、やりますって言ったのに、また延期になりますっていうことに、ね、なってはならない方がいいので、ちょっとまあ告知方法とか、そういったことについては、ちょっとまた具体的な開催方法もね、ちょっと詰めて、これからも協議していこうというふうに話は終わったという形です。で、開催方法なんですけれども、今まで、まあ、グループワークというかね、そういった座談会のような形式で、予定してたものが、やっぱりまあコロナで中止になったっていうのは、やっぱり膝を突き合わせてね、話をするというのがなかなか難しい状況というのがある中で、まあ、2回ね、流れております。で、前回の全員協議会でね、そのまあ開催形式そのもの、グループワークじゃなくてですね、会議形式のような風にした方がいいんじゃないかというのもちょっと提案させていただきました。で、今回はね、この今回の全員協議会で、そういったこともね、開催というか、様式というかね、やり方も含めて、ちょっとこうね、今後、ずっと協議をしていくという、まあコロナの状況を見極めながら、そのできる方法っていうのを模索していくというふうにね、ちょっとまあ、進歩というかね、しましたので、なんとかね、無事に地域懇談会開催できるように、前に進めたらいいなと思っております。午後からはですね、ちょっといろんな教育委員会であるとか、危機管理官であるとか、地域営農課であるとか、まあいろいろちょっと回りまして、いろんな調査等とか、をしてまいりました。で、一般質問もね、ちょっと消防関係のことをやっぱりしようかと思ってて、いろいろ聞いてたんですけれども、正直、ちょっとね、意外とと言いますかね、調査していくと、これはちょっとかなり深いところにね、進んでいくなというのが正直な印象でして、もっとね、しっかりいろんな調査をしないと、これは今取り上げて中途半端に終わってはいけないなというのが、本当に率直な意見ですので、またね、関係各所にね、もっといろんな話を聞いてみたいというのもありまして、ちょっと今回の定例会が6月1日なんですよ、一般質問の締め切りが。なので、調査が中途半端になったというか、間に合わないなというのが正直なところなので、今回はちょっと一般質問で消防のね、消防団のことですね、まあ、予算の関係とか、そういったところはちょっと、一旦置いとこうというふうに思っております。ちょっともっとね、しっかりいろんな調査を詰めてですね、9月定例会の時に一般質問できればいいかなというふうに考えたところです。まあそうなってくるとね、じゃあ一般質問何しようかっていうね、そういった問題もあるんですけれども、まあそれもちょっとね、また1個2個、まあ、いろいろまあ考えてはいるんですが、準備が間に合うかどうかっていうところが一番心配なところですが、まあまたね、時間がちょっとありますので、頑張っていきたいと思います。はい、今日はね、この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。